京都ぶらり歴史散歩、都に残るユニークな仏像に出会う旅へ。訪ねたのは俳優の渡辺大さん。空海による仏像界の 3D 革命、そこに広がる世界とは。これはすごいスケールですね。中国人仏師が手掛けた羅漢像、仏の顔があったのはなんと仏像のお腹の中。中でも随一ですね。さらに空飛ぶ仏像まで。他にもなかなか見ることのできない個性的な仏像が盛りだくさん。絶対に会いたい仏像10選です。京都ぶらり歴史探訪、2月4日夜7時。